どうもフラちゃんです。じゃあ本日はバージョン7で登場した新武器、そちらを強いのか弱いのか買いなのかそうじゃないのか、いろいろフラちゃんなりに考察して紹介していきたいと思います。ぜひとも参考にして購入するかしないか、その参考として役立ててみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。まずはこちら片手剣コメットソード。まず攻撃力、前回との差は14となっていて、攻撃魔力も2伸びていますね。で、基礎効果としてはこんな感じで、特技ダメージがプラス15、武器ガード率がプラス 2% ということで、まあ多段攻撃が多い片手剣にとってはかなり相性のいい片手剣なのかなって感じはしますね。ちなみに前回のはこんな感じで、会心時だけプラス15だったんで、まあダメージ的に見れば普通にコメットソードの方がいいのかなっていう。だって会心出たらプラス15よりも常時プラス15の方が当然強いわけで、ただ一つ気になるのはこの会心率プラス 1.2%、今回これがついていないんですね。なのでそれがどれぐらい響くのかっていうことで考えると、まあちょっとどうなのかわかんないけど、まあただ常時プラス15なんで、まあ多分攻撃力の差的に見てもコメットソードの方が強いんじゃないかなって感じはしますね。まあただ現状やっぱ片手剣って今そんなに需要がないですから、焦って買うよりもとりあえず様子見でいいとは思ってる。昔みたいにバトルマスターが最強の時代であればもう速攻買うんですが、まあ今回はとりあえず様子見かなって感じです需要的に。それでは続いてこちら試練の剛剣、これ見ていきましょう。まず攻撃力の差としては前回から19変わってますね。まあだいぶ変わってるなって印象ですね。で、問題の基礎効果としてはこんな感じ。雷の攻撃ダメージプラス 15%、 会心率がプラス 3% ということで、思ったよりやってきましたね。雷のダメージが 5% ぐらいかなと思いきや 15% にしてくるっていう、まさかの破格のぶっ壊れ性能。まあ雷のダメージを扱うんだったらもうこの試練の剛剣一択みたいな感じですね。会心率も大幅に上がってるんで、いやこれはなんかマジでストームフォースもらった月の火力がマジで異次元だと思う。まあただ雷のダメージをね扱う言うても、まあ戦士とかそういうのでプラズマブレードやったりとかで、あとはまあバトルマスターとかで魔法戦士込みでストームフォースもらったりとか、そういったことしか現状ないし、まあちょっとね現状ではやっぱ使いどころは難しいかなって感じはするんですけども、まあただプラズマブレードってもともと強い技ですから、だいたい3000ダメージぐらい出るんで、それがプラス 15% ということで考えると、まあ結構まあいいのかなっていう、とりあえず買ってもいいんじゃねぐらいの感じの性能はするんですが、まあところが両手剣現状出番がないので、まあなんとも言えんすね。それでは続いて短剣見ていきましょう。ウェーレダガーということで、これなんですが攻撃時 18% で猛毒、独自魔物にダメージプラス100ということで、まあ単純にタナトス用でめちゃめちゃ強いかなって感じですね。まあ前回がね結構まあ攻撃力的に買うけどまあしょうがないよねみたいな感じだったし、その前のエレガントポイズンの方が強かったりしたんで、まあセーラスだがそんなにあれだったんですが、今回に関しては攻撃するだけで猛毒がかかるし、さらに独自にダメージがプラス100なんで、まあ単純に普通に強いっすね。左手にエレガントで右手にはベールだがみたいな感じの組み合わせも結構面白そう。まあやっぱ踊り子ってね、チャタン引いてなんぼみたいなところはあるんで、まあやっぱエレガントポイズン右か左には装備しておきたい、そんな感じっすね。で、続いてスティックなんですが、こんな感じ。羊雲スティック、行動時 5% で、なんと女神の祝福、さらにチャージ時間がマイナス5秒っていう、これやばくね？なんか普通に。チャージ時間がマイナス5秒ですからね。これが何を意味するかっていうと、これバフとかじゃないですよ。そのままマイナス5秒にするんで、チャタンを引いた時には合計でマイナス15秒になるわけですね。そう考えると、いや、なんか羊雲スティックじゃないとできないようなことができそうな感じっすよね。現状スティックをメインとして扱う職業としては僧侶と、であとは天地雷鳴士で、あとはまあワンチャン流術師みたいな感じっすけど、まあでもチャージ時間マイナス5秒されたところで助かることといえば意外とそうでもなかったりするんで、まあ天地雷鳴士のマグマとか煉獄火炎とかそういったところのチャージタイムも短くなるっていうのはかなりありがたいですね。にしてもね、行動してるだけで女神がかかるっていう、まあただ毎回のように期待はできないパーセンテージではあるけど、まあ、ただ嬉しいっすよね。より僧侶のワンチャン性能が光るっていう感じ。まあ例えばこれまで僧侶一人だけになっちゃって生き返った瞬間みたいな、
そういった時にもうどうしようもないとかあると思うんですが、まあ、ところが行動してるだけで勝手に女神がかかるということであれば、それで耐えて誰かを蘇生してみたいな、でそれで温泉効果で位置回復してまた女神の祝福がかかってみたいな、そういったね最強ムーブもできそうな気はしなくもないけど、どうなんだろう。まあいろんなスティックあるけど結局使い方次第ですね。続いて両手杖アリエススタッフ、これ見ていくと全ての属性ダメージがプラス 3%、 さらに必殺チャージがプラス 1% ということで、前回と比較するとまあ強いっすよね。前回は会心時のみダメージが100だったんですが、まあ正直暴走率なんて期待できないっすよ。期待できないというか、そもそも陣に乗れば暴走確定なんで、まあ、なので前回は暴走時にダメージプラス100みたいな感じのだけだったんですが、今回に関しては全ての属性ダメージがプラス 3% なんで、当然ながら相当強いのと、であとは必殺チャージっすからね。魔法使いのメドローアだったりとか、その他にもミラクルゾーンめちゃめちゃ強いし、龍術師のドラゴラムだってめっちゃ強いらしいので、あとは賢者も強いし、そう考えると今回のアリエススタッフ、魔法使いとかそういう職業をやる人にとっては相当も強いんで、速攻買った方がいい。続いて槍、カプリコルランスという非常に読みにくい名前のこの槍、前回の槍の攻撃力と比較すると12増えています。で、基礎効果としてはこんな感じで、行動時 10% でバイシオン、さらに 10% でチャージ短縮10秒ということで、まあなんか何とも言えないというか、まあチャージ時間がマイナス10秒ついてるんで、まあパラディンとかだったらありがたいのかなとも思うし、まあ正直ね、武闘家とかだったら聖域系を切れば終わりなんで、まあ正直出番ないかなって感じっすね。ただそれだけです。それでは続いて斧なんですが、こちら前回の攻撃力と比較すると結構伸びていて、15伸びていますね。最大 HP も1増えてて、器用さも前回からプラス5されているんですが、全ての攻撃時 5% で貯めるに、テンション時魔物にダメージプラス300といった感じに、まあ今回も相変わらず出番がなさそうな斧なんですが、より出番がなさそうな効果です。まあ今回バトルレックスが大幅弱体化食らったのと、単純に斧ってダメージキャップに届きやすいので、テンションいくらぶち上げようとも、ダメージがプラス何百されようとも、結局なんかメインの技というのはダメージカンストしちゃうんで、何とも言えない感じになるんですよね。まあそうは言っても前回の斧と比較すると当然ながら強いので、まあ斧使う人は買っていいんじゃないかなって感じはしますね。それでは続いてコン見ていきましょう。ヘナトライトロットということで、こちらなんですが、まあ名前の通りちょっと予測はできていたんですが、攻撃時 15% でヘナトスということ、さらにヘナトス時に魔物にダメージプラス100ということなんで、まあヘナトスかかっていたらね、だって氷結乱撃のダメージが400伸びるってことじゃないですか。まあそう考えるとまあまあまあって感じなんですけど、ただ当然ながらコンって強い敵になるほど相性が悪いっていう、そういうジンクスがあるんで、なぜなら今回のコンだってヘナトスが強い敵になるほどかかりにくいし、さらに強い敵になればなるほど氷耐性とかそういう属性耐性って持ってる確率めっちゃ高いんですよ。っていうことはやはりコンというのは、まあこういうちょっと強そうな性能はしてるけど、出番がないのはまあ間違いないのかなって感じ。まあただ前回のコンが回復寄りだったんで、攻撃するんであればまあこっちのコンを買うのは間違いないですね。攻撃力的には9差がついていて、魔力とかその辺も5ずつ上がってる。それでは続いて結構みんな期待してるんじゃないでしょうか、こちらの爪ということで、オフビートクロー、これなんですが、まず前回の攻撃力と比較すると結構伸びていて、まあそうでもなかった、6増えてますね。毎回9ぐらい増えるんですが、今回はたった6ということで、見ていくと全てのダメージがプラス 3%、 さらに攻撃時 10% でボミエ2段階ということで、フラちゃんちょっと予想していたんですが、まあ今回ね、わけのわからん効果が一つついたと。ボミエ2段階っているかな。まあこれはいいとして、全ての攻撃ダメージが 3% ということであれば、まあなかなかいいんじゃないかなって感じですね。前回のセーラスクローが会心率がプラス 3% ついていたんで、そういうところを見るとどうなのかなって感じはするんですけども、まあただまんべんなく全体的なダメージが上がるっていうことを考えると、まあ結構いいのかなっていう。まあ正直どっちが強いのかはいまいちわかんないっすね。会心で一撃ね、ドカンとダメージが上がるってことを考えると、やっぱどうなんだろう、正直よくわからん。それではね、もうこれまた期待してる人もいるでしょう。ムチということで、モアクラッシュが登場しました。見ていきましょう。
まず前回のムチと比較しての攻撃力は差が8って感じですね。それでは待望の基礎効果なんですが、こんな感じ。物質系にダメージが 15% に攻撃時 5% でバイシオンとスカラということで、いやもうね、もうこれ名前の通り分かっている人は多かったと思うけど、完全にクラッシュチェーンの上位互換ということで、まあデルメゼレベル4がねめちゃめちゃ強いわけじゃないですか。そうなると、まあ最近だとやっぱ完走できる人はやっぱ火力が足りなくて負けてる人ってかなり多かったんですね。なのでこのモアクラッシュが出たことによって相当火力的に余裕が出てくるんじゃないかなっていう。現状今19分50秒ぐらいで討伐する人が多いんですが、まあ火力的に19分30秒ぐらい、まあもうちょい低くな、なんなら19分ぐらいで安定的に討伐できそうな、そういった火力になる可能性はある。まあでもどうなんでしょうね。前回のクラッシュチェーンと比較すると、まあ攻撃力40増えてるんで、まあだから結局思ったよりも火力伸びんのかな。総流値がウォークライとかなしで 1100×2 ぐらいだったんですが、 1300×2 ぐらいになったとしたら、まあ相当火力的には楽になりそう。デルメゼやる人にとってはもう間違いなくこれは買いな、そういったムチです。それでは続いて奥義見ていきましょう。奥義は早読みの非戦ということで、こちら見ていくとですね、はい、呪文発動速度プラス 5%、 さらに行動時 5% で魔力覚醒と聖なる祈りということで、前回同様に攻撃魔力に回復魔力どっちも上がりまして、前回よりも5伸びていて、攻撃力に関しては10伸びてるって感じ。まあ基礎効果的に見てもまあ普通に無難にいい感じって感じっすね。まあ見て思うのが、相変わらず賢者用だなって感じはする。まあでもどっちがいいんでしょうね、正直。だってもうこの2つ目の基礎効果なんて神秘の祈りやってれば、まあ、勝手にこうできるわけじゃないですか。で 5% って意外と信用がならなくて割と切れたりするんですよね。あとは暇な時に適当に更新すればいいだけの話で、まあ、そうなるとセーラスパムのような 10% で早読みの杖っていう、あとは特技の範囲も 1m されるんで、まあ舞踏家とかで風切りの舞をするだけであれば本来の使い方というか、いつもの使い方であればセーラスファン一択なんですが、まあ賢者とかやる人にとってはまあこの辺もありがたいっちゃありがたいのかなって感じ。まだスパスタとかにとっても結構ありがたいのかなって感じはしますね。それでは続いてハンマー見ていきましょう。タウルスハンマーということで見ていくんですが、前回と比較すると攻撃力が13伸びていて、基礎効果としてはこんな感じ。攻撃時 30% で土耐性がダウン、さらに状態以上の成功率がプラス 10% ということで、まあまたねちょっとなんか使いにくそうな、まあ、そんな感じのハンマーですけど、もともと需要がないんでね、ハンマーって難しいところっすよね。攻撃時 30% で土耐性ダウンとか書いていて、あ、これなあれ3分の1で土耐性ダウンさせてランドインパクトめっちゃ強いやんと思うかもしんないけど、これ 30% ってあくまでも敵の耐性が 0% だった場合の話で、例えば敵に土耐性ダウンの状態以上の耐性が 50% ついていたら、この確率っていうの 15% になるわけですし、大体の敵って耐性持ってるわけですよ。しかも 90% とか 95% とかそういったところを持っているんで、攻撃して、まあ、大体 3% ぐらいで土耐性ダウンみたいなことになると、そういうことになるわけですね。そう考えるとうーんって感じじゃないですか。で、下の成功率 10% っていうのも、これ別に 30% を 40% にするとかそういうわけじゃなくて、 30% を 33% にするだけの話なんで、そういう 10% なんで、まあ相変わらずハンマーは微妙かなって思いますね。どっちかっていうと必殺をチャージできるこっちのセーラスハンマーの方がまだ需要はありそう。それでは続いてブーメラン見ていきましょう。フォーリンスターということで、もうこちらね見てくださいよ。これなんか思ってたのと違うっていうね、もうステラツイスターの完全上位互換かなとみんな思っていたわけじゃないですかね。この行動時 5% でチャージ時間マイナス10秒っていう、これがつくからこそステラツイスターは強かったわけです。なので今回ちょっと名前も似てそうな感じなんで上位互換かなと思いきや、実はそんなことはなく、まあ、うん、まあ微妙な感じ、なんとも言えん感じ。なんなら前回の会心 3% ついていて、これでレボル打った方が強いんじゃないかとも思えるような、そういった性能なんですが、これマジで誰が装備するんだ、まあ、よくわからんブーメランだわ。続いてこちらパピルサグの弓ということで見ていくと、攻撃力は13差がついていて、まあダメージがですね結構強くて、これ特技ダメージがプラス20ですよ。さらに全ての光攻撃ダメージが 5% ということなんで、もうこれは本当に前回出した動画、まあ、マジでこう予想通りだったのかなって感じですね。前回のセーラスショットが怪人系にダメージ 15% っていう、もう誰に撃つんだっていう感じの性能だったんですが、
まあ、今回は単純にダメージも伸びるし、光のダメージも伸びるんで、もうこれは魔法戦士にも相性がいいし、なんならワンチャン流術師とかその辺にも相性がいいのかな、まあ、よくわからんが、まあまた弓で結構いい感じの火力を出せる時代もやってくるのかなって考えると、まあ、結構自分弓が好きなんで、まあかなり嬉しいですね。自分は買いたいとは思う。それでは続いて鎌見ていきましょう。鎌なんですが、ウィズダムスタイスということで、こちらの攻撃力はまず11差がついていて、であとは攻撃魔力に関してはまあ5伸びていて、回復魔力も同じで、見ていくとコマンド間隔 0.5 秒マイナスに呪文速度が 5% されるっていう、まあ普通な、うん、強い、うん、まあ普通強いんだけど、ただ前回も強かった。行動時 10% で攻撃力と攻撃魔力がプラス60で、さらに行動時 10% で魔力覚醒なんで、魔法とか使うデスマスターであればこっち一択だったんですが、まあ今回のやつに関してはあくまでも魔剣士用なのかなって感じもするし、まあ魔剣士といってもね、こっちも相性良かったんですよ。なぜなら攻撃力がプラス60されるんで、魔力も60されるってことはダークマダーとかその辺のダメージも上がるってことなんで、まあそう考えると、まあワンチャン魔剣士と、まああとはワンチャン流術師みたいな感じなんすかね。ちょっと使いどころはわかんないけど、まあちょっと、わからん。やっぱり。それでは最後は盾なんですが、こちらメテオシールド見ていきましょう。はい、こんな感じ。これ見てくださいよ、結構強くない？攻撃呪文がまず 12% 減、ガード時 50% で魔結界ということで、いやこれすごいっしょ。だってこれまで魔結界しなきゃいけなかったんですが、勝手にガードするだけで魔結界がなんと2分の1でかかるっていう、このパーセンテージは信頼に値するし、だって魔結界で2段階したら 40% なんで、まあ、なのでそう考えると、まあかなり呪文に強い盾なのかなっていう、まあこれの下敷きになってしまったのが、まあこちらのブルバックラーということで、もうマジで全てにおいて負けちゃってるんですよね。攻撃呪文がダメージ 10% 減だけっていう、ブルバックラーマジで涙目。もうこれからはね、メテオシールドの時代です。皆さん、メテオシールド持ってないやつは、はい、残念ながら貧民です。はい、というわけでこちらメテオシールド呪文のやつ買いましょう。であとはこちらの大盾の方なんですが、これに関してはまあ攻撃呪文とブレスダメージがね、これが 6% 減っていう、まあうん、なんか本当に何とも言えん性能っすね。さっきのメテオシールドがあまりにもインパクト強すぎて、いやマジで天球の大盾、うん、まあうんって感じ。大盾でありながらたった 6% しか軽減しないっていう、なんとも、うん、すげえ何世代前の盾なんだって言わんばかりの性能っすね。以上。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはレベル125の最新武器の評価とか、その辺を紹介してみました。まあとりあえず買いなのはモアクラッシュって感じですかね。ただ個人的に弓なんかも強いと思いましたし、まあなんかね、前回と比較するとちょっと今回は控えめな感じはしますね。マジで無知に全振りしましたみたいな、そういった感じの性能はしていた。まああとは流術師がどれぐらい強いかによって今回の評価もちょっと変わってくるとは思いますし、また両手勢なんかも相当強かったんで、まあ今回本当に分かりやすく買うものがね、結構判断しやすいかなって感じな性能でしたね。というわけでぜひとも今回の動画参考にしていろんな武器試してみてください。今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。